ビクター・バーガービクター・ルイス・バーガーは、オーストリア帝国出身のアメリカ合衆国の社会主義者、政治家、編集者、アメリカ社会党創設者の一人、防雨用法の暴力性を指摘し、また、反戦の立場であったために、アメリカ合衆国会員を追われたとされる政治家である。1911年から1913年、社会党員としては、 初のアメリカ連邦議会会議員を務めた。1918年、1919年にも再選されたが、反戦の立場を取ったために排斥された。1918年、敵国への援助という理由により起訴され、ケネソーマウンテン、ランィス判事によって、懲役20年の判決を受けるが、1921年、合衆国最高裁判所は逆転判決を下した。 1923年には会議員に復帰した。1928年の選挙で落選し、1929年に任期を終えた後は、ミルウォーキーで新聞編集者となったが、同年に路面電車との接触事故を起こし、その骨折が元になって死去した。トランシルバニアのドイツ5名リーダーレーバハという町に、ドイツ系ユダヤ人の家庭で生まれた。 ロイチャウのギムナジウムに通い、ブダペシュとト,トウィーンの大学で学んだ。1878年に、一家はアメリカに移住し、コネティカット州ブリッジボートに定住、さらにミルウォーキーへ移った。ありがとうございます。